ディリビアム・ユニバーサリス。これは1400年から世界中で海面が上昇し始め、最終的に75メートルも上昇した世界だよ。世界中の全ての氷が溶けたっていう背景だね。ミンネと南京が水没、昔の都市は島となってしまったね。日本も関東地方や九州が主に水没、愛知は完全に水中に沈んでしまったね。北海道は無残な姿に、海峡が増えているから海軍の収容性がかなりマスムットだね。オセアニアの方は全て沈んだかと思ったら割と残っていたね。ハワイやフィジーなんかも残っていたね。私の予想と違って少しびっくり。他にもインド方面、中東方面はこんな感じ。カスピ海や黒海の水位も上昇しているね。今までここら辺の制海権なんてほとんど必要なかったけど、かなり重要になりそうだね。そしてヨーロッパ、イベリアは特に変わらずだけど、水の都ベネツィアは海底の都に。西ヨーロッパはオランダが沈んでブルターニュは離れ小島になったほか、イングランドが、それはもう汚い姿に、アイルランドなんて粉砕されているね。中央は、デンマークやブランデンブルグなんかも沈んでしまったね。デンマークは、もうひどい姿に。北欧もわちゃわちゃしていて、もちろんゴットランドは海底に、北極もかなり幅を利かせているから、モスクワの植民はどうなるんだろうね。北米はあまり変わらず、南米はアマゾンがすごいことに。このモッドは最初、ネタモッドかと思っていたけど、かなり雰囲気が変わるし、海軍の重要性も増すから、意外と面白いモッドだったよ。現在は、1444年しかできないけれど、基本マニラと同じだから、日本語化も今まで通りで大丈夫。マムルークで遊ぶ際には壊滅しているから気をつけてね。モダン UFO。このモッドは現代をプレイできるモッドだね。開始は2021年。EUFO で現代ってバランス悪いだろって思うけど、開発者もかなり頑張っているみたいだね。例えば、現代のような制裁システムがあったり、海外に軍事基地をアメリカみたいに作れたり、不可侵条約があったりするよ。もちろん、欧州連合や支配者の暗殺なんかもできるみたいだね。例えば、アメリカだといろんな国に軍事基地を設けて外交関係にあるほか、別枠でイギリスとかと同盟を結んでいたりするよ。他にも、他国にお金だけじゃなく、統治点を献上したりもできるね。日本で中国にペコペコするプレイとか楽しそうだね。軍事も、いろいろと置き換わってたり置き換わってなかったりするけど、そこは開発中だからご愛嬌。アイデアもアイコンは用意されていないけど、かなり大量のアイデアが用意されているよ。これを見るだけでも、EU4 プレイヤーなら、時間を潰せそうだよね。そしてグラフィックもきちんと用意されているよ。このモッドはまだまだ開発中だけど、これからバランスが良くなればちゃんとプレイできそうだし、いろんな要素も加わって特に外交なんかが難しくなりそうだね。コンティネント・オブ・ユーラシア。これはポーランドより西のヨーロッパを全て日本へとくっつけるモッドだよ。それぞれの国力システムは変わらず、ただただ日本にくっついているモッドだね。システムもきちんと動くように設計されているから、足利家大名、ワラキアとか、神聖ローマ帝国領、相模とかも余裕だね。バランスも考えられて、デンマークは北欧を失ったけど、シベリアの一部をもらったり、外交もきちんと行われるようになっているよ。沖縄もきちんと繋がっているね、やったぜ。試しにブランデンブルグで、足利に領土を渡したら、普通に保有できたね。日本で、ヨーロッパと序盤から戦いたい人に向いているね。ちなみに、オスマンは急激に国力が低下しているよ。パンゲアユニバーサリス。地球は、遥かに億年前、一つの巨大な超大陸、パンゲア大陸であった。そのパンゲア大陸でのプレイとなるよ。ゲーム的に言うと、普段のプロビに未来の南極の他にも、総数200のプロビが追加されていたり、エリアや地域、ムンガも追加されたりしているよ。ああ、ここらがこの国だったんだなーって思いながらプレイすると意外と楽しいし、どこにどの国があるかわからないから戦略的にも楽しいね。ちなみに、日本は大陸の遥か東、分裂している民にくっついているね。もうめちゃくちゃだけど、頭をまっさらにしてプレイすると楽しそうだね。もちろん、普段の日本語化も適用できるよ。ボルテールズ・ナイトメア。これは、
ヨーロッパを中心とした世界でのプレイとなるよ。プレイ可能年代は1054年から1871年。雰囲気は CK3 と似ているね。ヨーロッパしかプレイできない分、普段よりヨーロッパの各プロビが細かくなっているよ。例えば神聖ローマ帝国領内は少し引くほどプロビが細かくなっているね。プロビが細かすぎて分かりにくいのが難点だけど、それでも当時の史実に沿っているから、この年代が好きな人には刺さるモッドだね。国家は300、ミッションは75、数十のイベントに新しい文化、日本や中国なんかのバニラのシステムもうまい具合に落とし込まれているよ。みんな大好きなバラさんは、1プロビの弱小国家ではなく、10個近いプロビがあるから、バニラより希望があるね。やっぱなかったわ。ビザンツはまだ強大な頃だったから、初めての人はビザンツでのプレイも楽しそうだね。あと、この手のプロビが細かくなるモッドの弊害として、プロビ間の移動がめちゃくちゃ速くなったりするんだけど、このモッドではあまり感じにくくなっているから、当時の十字軍のトローなんかも感じられるんじゃないかな。ボルテールズニューナイトメア。こちらは先ほどのボルテールズナイトメアをより局所的にしたものだよ。具体的にプレイできる国家は HRE とその近辺の少しだけ。年代は1444年とバニラと同じだけど、地理とかはより史実に近しく設計されているみたいだね。アイデアや宗教に文化にも追加があったり、スイスは中国のシステムを引き継いだような内容になっているよ。もちろんイベントもたくさん追加されているから、史実好きな人は向いているね。普段はそこまででもないボヘミアが列強1位であり、しかも辺境伯や同訓連合も持っているから、かなり強力な国家となっているよ。HRE プレイが好きな人は、バニラよりも専門的な、このモッドを楽しめるかもね。シャターットヨーロッパ。これは大体の国家が、ほぼ等しく分割された世界。バニラからだと350近い国家が増えているよ。基本的に、バニラでコアがある国家を解放して、等しくしている感じだから、日本語化も問題なく適用されているね。HRE と科学府とかはないけれど、オスマンやフランスが台頭する、いつもの世界戦に飽き飽きした熟練プレイヤーなら楽しめるかな。もちろん、オスマンもビザンツより小さくなってしまっているね。唯一の難点は、さすがにゲームが重くなることだね。それでも、年を重ねて国家が減るごとに軽くなる不思議仕様だから安心してね。インペリウム・ユニバーサリス。これは紀元前612年からのプレイを可能としたモッドだよ。雄大なるローマ帝国はまだ建国したばかりの弱小都市国家。中国は群雄割拠の春秋時代。中東ではアッシリアやメディアが歴史の表舞台にいる。そんな背景だね。詳しい解説は別の動画で上げているから割愛するよ。最近バージョン 1.30 に対応しているし、日本語化も適用できるみたいだから、日本語でプレイしたい人はぜひ導入してね。さて、今回は大規模な変更を加えるモッドを紹介してみたよ。他にもおすすめモッドがあったり、今回の紹介に補足があったらぜひコメントしてね。概要欄にモッドの URL も貼っているから、気になった人はチェックしてみてね。